はい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 、これは分かってきたんじゃないんですかと。クロム、タケオ、サントスの中にイチローは絶対いると思っていて、タケオ、クロムの可能性が僕はあると思ってるから。なるほど。さあよろしく。あー引けねえなあんまり。よろしくお願いします。クルーメイトでやっていきます。はい、初手右上のタスクをこなすと。これも初手右上のタスク安定すぎて、初手右上最強。はい、くっそ腹減ったな。いいね、3人いればまず死なないから。終わったね。クロム、タカダ。はいはいはい。あ、終わるわ。タスク。1、2。おっと、押している。はいはい。おっと、早い。ああ、ナイトメイさん死んでる。ごめん。あ、押さなきゃよかったかな、まだ。リアクターに行ってる時なんですけど、なんで押したかっていうと、なんか、ベントの上に魚さんがいて、なんで魚さんベントの上にいて、リアクター直さないんだろうなと思ったんですけど、なんか、なんでですか、あれ。まあ、お答えすると、はい、まずリアクターに最初に入ったのは私であり、はい、あの、単純にたまたまベントの上に待ってただけです。そうなんですね。なるほどね。なんかその証拠に私はクロムさんが入ってきた瞬間に下に行きましたよね。そうですね、そうですね。なんで、それはそうなんですけど。私は、インポではあります。インポというのやめてもらって、クロムさんは、その魚さんが弁当の上に立ってる時間はどのくらい見ましたか？結構長かったんですよね、それが。あ、一個いい？それクロムさん以外誰も見てないってこと？そう、多分見てないと思います。あ、じゃあ、魚さんそんなに黒くないんじゃないかな。だってそれ、クロムさん殺して弁当入っちゃえばいい。確かに。うん。かなと思ったんだけど、クロムさん以外も見てるんだったら。いや、リアクターはすぐ人来るから、やりにくいと思う。うん。てか、リアクターなってて、リアクターの弁当の上に立ってるのって黒要素にならないでしょ、別に。いや、だから、全然気になっちゃったんですよね。いや、なんで了解了解。ナイトメアさんってリアクター行ったんすか？見てませんゲームは。いや死んじゃってるからわかんないけど。最初見たもないと見えたな。カフェテリアにいた気がする。僕 O2 ナビゲーションシールドって動いてるんですけど、うん、なってる最中。うん、あの竹雄さんも右側にいて、で道中死体を見てませんよね。はい、お互い。見てないですね。だから右側で殺したんだったら我々のどちらにも犯行は不可能かな。俺がリアクターになる瞬間に、なってからリアクターに向かう時に横にいたのが多分ナイトメアだった気がするんで、俺カフェテリアのタスクやってた時だったから、うん、多分いたと思う。カフェテリアの右上、カフェテリアのどの辺、右上の右上のあのタスクのところ。じゃあストレージあたりで死んでる可能性が高いかな。なるほどね。なるほど。多分だけどちょっと分かんねえな。もう洗いますか？どういう風に向かったか、リアクターが前後で、うん、必要かもしれないけど、はい、とりあえず黒缶を押せないので他の人お願いします。洗わなくてよくね？洗わなくてよくね？別に死体の位置わかんないからね。はいはい、これ、まあ、話そうって言ったから意味ありますこれ。いや違う、うん、ナイトメアさんがどこにいたかを洗い出すために必要で、うん、はい、まあカフェテリアで目撃されてるわけじゃないですか。でその後、ウェポン側には来てないっていうことを僕と武雄さんは主張できますよね。あーごめんなさい、自分アドミンに行ってたんで。はい、アドミン側にも来なかったですか？うん、アドミンは来てないはずです。ケース、じゃあまあそのまま下に降りたかリアクターに向かう道中かの2択ってことですよね。道中はいなかったです。メッドベイは見てないけど。カフェテリアキルはありえないっていう認識で皆さん大丈夫です？カフェテリアは僕最初カフェテリアの右上のタスクを高田さんいたかな、あともう一人くらいいてやってて、はい、うん、やってて、で、まあ、レポートボタンは出てなかったし、最初の方だったから、
ないんじゃないですか。カフェテリアキルだった場合は、一番最後にカフェテリアを通ったとされる武雄さんの犯行っていうことですね。そうなります。まあ、それかクロムの死体隠しかもしれないですしね。うんうん、それはあるかな、うん、一応、うん。はい。で、結局、リアクターに、エレクトリカルルート、要は下から行った人ってどんぐらいいますか。はい。はい。黒かクロム、一人だけだと思います、多分。後から来た人は知らないです。一番最初に聞いたのに。あ、じゃあ、クロムさんも絶対違うよね。クロムさんはリアクターに、で、直してんのは俺見たから、着いた瞬間、多分サントスさんと一緒に見てるはず。で、リアクターに向かう際に、現はカフェテリア、ウェポン、カフェテリアっていう順で、リアクターに向かってるんですけども、カフェテリアに行ってるときに、後ろで、先ほどプセアシさんが右上のタスクやってたとおっしゃってるんだけど、それは合ってるんですね。プセアシさんがちらっと見えました。で、さらにウェポンにいたのが、多分先端恐怖症さんだったと記憶してます。うん、ので、この2人のどちらかがキルしてる可能性はワンチャンあるかなと、ふわっと思ったりはしてます。ああ、持ってるのね。あ、でもその場合だと、武雄さんが絶対その後、カフェテリアを通って、ウェポンナビゲーションと来てるので、魚質問なんですけど、リアクターに、クロームくんと一緒のタイミングぐらいで来た人ってどなたですか。多分最後に来たのが先端、あ、先端じゃないです。サントスと俺、高田。僕リアクター着いたっけな、わかんない。剣入る途中で戻りました。忘れたよ、そんなことは。死体がないんじゃわからない。僕は自分に課せられたタスクをやるだけさ。君たちの議論に付き合ってはられないね。ほな。ほな、さいなら。はい。なんでだ。これ一番むずいわ。なんすか、この。もう、ここはね、単独よ。男の単独行動よ。O2 なれ。O2 なれ、ほら。おっと？黒川です。はいはいはい。黒川です。リアクターで、さかなさんの死体を、リアクターでさかなさんの死体を発見しました。すいません、サントスバグで生きてないので進めてください。はい。はい。じゃあ、サントスさんに伝えると、さかなさんが、死んでて、クロムさんが、レポートですね。ボタンじゃなくてレポート。あ、で、さかなさんが、リアクターにいるという主張です。はい、で、理解しました。それ以外は死んでません。はい、はい。で、クロムさんの行動履歴だけを先教えてもらっていいですか。メッドベイでタスクを終わらせて、アッパーエンジンから音を追ってリアクターですね。うん、嘘ですね、うん。クロムさん犯人だと思います。ほう、というのは、はい、僕、初手左行って、魚、クロームスナパイでアッパーエンジンに行こうとする道路で、行き止まりを食らいまして、僕は戻ってアドミンに行きました。はい、だから初手アッパーエンジンに抜けてるはずです。魚クロームがメッドベイに立ち寄ったという話。抜けてないです。とアッパーエンジンの扉が閉められたのでメッドベイに戻りました。ああ、その発言どうですか、スナパイさんは。まあ可能性はゼロではないなので嘘はついてないです、黒川。本当のことを言ってます。ああ、ちょっとじゃあ逆に殺しをしてない人で、高田さんとあともう一人誰か、誰だっけ、アドミンにいた人。スナパイさんだと思う、俺。黄色。ああ、じゃあスナパイさん見てたっていうのは本当だな、これ。見てたってか、来てたのは本当。アドリーダーのところにいたのも知ってます。いた、スナパイさんって最後ってストレージ ?1。ストレージにいたんですけど、コミュニケーション側から走ってくる先端も見てるので、先端も違います。ああ、オッケー。あと、ゲンさんも違う。ゲンさん、あと見ると。ほんまや。あ、失礼。喋ったのに。あ、ゲンも東組です。はい。はい。ってことは、結構黒川ある？で、言ってる通りですね。あとは、まあ、私、ビクトリカルです。アリバイないのは竹尾カフェテリアです。さんとサントスさんと、はい、私一人きりなんで、アリバイ出せる人いないです。エレクトリカルずっといました。竹尾カフェテリアいました。だいぶ縛られた。結構この辺だね。竹尾これはちょっと詰めてもいいかも。ん？竹尾さんどこ？あれ？今アリバイなかったですね。カフェです。ちょ、話す時間足りねえ、このメンツマジで。誰か押して、押せない僕。はい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 、これは分かってきたんじゃないんですかと。スナパイさんマジで多分やってないから、これ多分白いな。第一犯行はついては知らんが、ナイトメアさんキルが分かんないんですよ。
ほい。え、ナイス、はい、惜しい。ごめん、押せたわ。スナパイさんがさっき押してくれたの、結局。あ、僕ですよ、押したの。そっかそっか、僕まだ押せるわ。はい。話す優先順位は、竹尾さんとサントスさん。で、その時点でクロムさんって感じなんで、お願いします。竹尾の行動的には、最初にメドベイで、タスクやってからカフェテリア戻って、タスクしてる最中に呼ばれました。そういう感じです。竹尾さんってカフェテリアのタスクやってたの？今呼ばれた時はやってました。初動はじゃあどこの今日始まった瞬間のタスクってカフェテリアからやらずに別のとこ回ってたってこと？メドベイですね。あ、じゃなくてこのゲームが始まった瞬間のタスクってカフェテリアに触れずに他から行っちゃったってこと？他から行ってますね。アドミンから行ってます。なるほどね。うん。で、サントスさんは、はい、先ほどハンコあったときはストレージ寄って、その後エレクトリカルが3つタスク奥にあったので、3つそれぞれやって、全部終わったぐらいで呼ばれて、画面バグってっていう感じでした、ね。で、その道中、ストレージ作業してるとき、エレクトリカルで入って奥まで行くまでの間、1人、誰にも会ってないので、はい、私を白く出せる人は誰もいません。僕いいっすか？はい、メッドベイに入った時に魚さんと竹尾さんが一瞬だけいたんですよ。なんでそれスナーパイさんがメッドベイからっていう議論を言った時になんかかばってくれなかったのが竹尾さん怪しいと思っちゃったんですね。いや、なんかいなくなったんですか？よくわかんないけど、竹尾さんってメッドベイ何のタスクやってたの？試験官ですね。だから一瞬ですよ、あそこは。んっていうか、侵入してないんですか、竹尾さんって、クロムさんがメドベイにいたこと。ああ、どうだ、最初に閉まったじゃないですか。その時に、クロムさんって抜けてます？ん、どういうこと、アッパーエンジンで止められてる。いや、抜けてないって、戻ってたって議論だったと思うから。私、竹尾さんと一緒に行きたいです。竹尾さん、同行しません？自分抜けてるんで。それより、クロムさんと竹尾さんの方がいいんじゃない？あ、そっちの方がいい。じゃあ、そうしましょう。うん、クロムさん、竹尾さんにしましょう。お願いします。はい。はい、わかりました。てか、スナパイさんが竹尾さん見てないのがね、ちょっとあれだよね。メドベイ寄ってないからね。あ、いちいち締めやがったよ。この暴れ。じゃあ、ライティングね。フィックスライティング来たか。やらないよ、僕は。悪いけど、こんなこうタスクなのよ、やるべきは。おい、怖え、殺されそう。大丈夫か？おっと？はい、プテラです。見つけました。はいはい、はい、エレクトリカルの一番左上側のベントの上で死んでました。了解っす。その間竹尾さんとずっと一緒にいました。一緒にいました。ああ、今日西体上がってるよね。あれ、え、西体、うん、高田さん。ああ、俺高田さん直前リアクターで下っていくとこ見てるんだけど、僕リアクターの前の十字路ね、うん、でその後高田さんの後を追うように降りてった人がいるんですよね。え、ゲンさんいましたっけ？なるほど。まあ、いや、ゲンとスナパイさんには犯行は不可能ですよね、とりあえず。え、なんで？俺ゲンさんだと思ったんだよ、今。高田殺しの方が。え？なんでそうなります？これって今日投票絶対ですよね。今日は絶対高田で。で、竹尾さんとずっと一緒にいたんで、竹尾さんは殺しにかかってないとは思う。いや、それだとしてもクロム、竹尾、サントスの中に一郎は絶対いると思っていて、二人にして上がってるから竹尾クロムの可能性が僕はあると思ってるかな。なるほど。ああ、なるほど。竹尾さんって最後どういう行動しました？それだけ聞かせて。で、普通にリアクターの覚え毛やっただけです。最後
最後それだけです本当に。おぼぎの途中でアラーム鳴りましたよ。誰かいましたそこ。え、で、ゲンが来る前にスナバイさんが先にオボエゲーと同じ場所にいました。で、スナバイさんと重なりました。あー、で、なんでスナバイさんのそのゲンドは分かんないんですけど、スナバイさんのリアクターの中にいたのにそもそもなんでゲンが見えてるんでしょうか。それが不思議です。オボエゲーやってたならなおさら不思議です。あれ、プテハシさんだったのかな、色間違えた。いや、僕はずっと一人だったんで、違いますね。投票ですよね。あの僕押すわ、僕押せるから押すし、タケオさん、クロムさんでクロムに絶対イチローは僕はいると思っているから。でも僕がタケオさんにヘイト向けてるので。いや、でもお互いに殺してないっていう主張がおかしいと思ってるから、これはもう一回議論すべきだと思ってる。やれるとしたら停電の時ぐらいなんですけど、停電の時も、ね、あのエレクトリカルまで行ってないんですよ。タケオさんから行くのか。あれ、もう一回誰か押して。ゲン押しちゃってます。死ぬんか、やばいなこれ。終わりか。死ぬんか。うらっ、よし、はい、押しました。はいはいはい。タケオさんを落とした以上、ローラーで確実に一郎としたいなら、もうクロムさんしかないって感じ。うん、で僕ゲンさん、うん、あの右の方、右ってか最初カフェテリアからウェポンに入る時とかに一緒に行って、暗くなった時に右の方で暗くなったと思うんです確か。ゲンさん右の方で最初いませんでした。西田上がった時、いつの話ですか。西田上がった時の話。西田上がるところで僕はエレクトリ一人でずっと行動してて、タスク早く終わらせんだよとか言いながらやってて、でエレクトリカルで見つけたんですけど、その時、はい、その前の議論が終わった後から結構時間が経ってたと思うんですよ、はい、で最初なんか電気が暗くなるとき、その暗くなってピューって縮むときぐらいにゲンさん僕見たと思うんですよね。なるほど。それを、まあ、ゲンちなみにウェポンナビゲーションあたりでフラフラしてました。そうですよね、ナビゲーションあたりで僕ゲンさん見てるから、はい、見たと思ってて、エレクトリカル、少なくともまあエレクトリカルでは殺せないと思っているから、もう一人の方は分かんないけど、まあそうだ、ね、やってるんで変わん。停電中、停電エレクトリカルに向かった人は、もしか停電に合わせても、いや僕向かってない、エレクトリカルゲーム上しか行ってません。ウェポンカフェテリア、バイナリア、サントさんは、私向かってないです。どちらに、あー、そう、エレクトリカル向かってないです。どちらにいらっしゃいましたか。ナビゲーションでゲンさんと初めすれ違って、でも本当にすれ違い、なんか一緒にいたとかじゃないです。うん、初めの方すれ違って、ナビゲーション、ウェポン、カフェテリアっていうルートで、次エレクトリカ行ったのかなっていう順で、はい、あの、終わりました。で、停電直った時は終わりました。停電直った時はカフェテリアくらいだったから、ちょっと休暇曖昧ですが、はい。喋っていいですか、ローラーされそうなんで喋っていいですか、はい、俺は停電の時にアドミンで竹雄さんが、動かなかったので動いてないですね。でも暗くなってる時にいなくなってる可能性とかってない？ ずっと動かないってないと思ってるから。いやそれは分かんないけど、多分ずっと一緒にいたはず。その後暗くなった。いやローラーが強いんじゃない？いや待って、サンタさんがおかしく見える。まあこれであと、あ、これだともう1、何その声を。頑張って。おナイス、素晴らしい。いやナイスすぎる。なるほど、よう村勝ったな。素晴らしい。いやーマジでよかった。竹黒？竹黒ですね。まただよ。いや嬉しい。いやマジで唯一プテハさんだけが二郎を追ってたからマジで素晴らしい。うーわマジか、竹雄さんと2人で行動してって言われるの待ってたのに、しめしめって思ってたのに。いやそれはでも美味しいよな。美味しいってめちゃめちゃ、めちゃくちゃ美味しいわ。そうめちゃめちゃ美味しいからラッキーと思ったのに勝てると思ったら、完璧だったね。僕と高田さん殺したの。いやほんとね、うん、めっちゃ美しかった、あのダブルキルが。あそうなんだ。竹雄さんがエレクトリカルで殺して電灯で逃げて出て、クロムさんが歩きざまに高田さん殺した瞬間にレポートされたんです。そうタイミングも。ああじゃあ高田さん見てたんだ。うん、あどういうこと、弁当でを見てたの。いや俺はもう死んだ瞬間に、そう、プテハシさんがレポートをした感じ。ああだタイミングもね、多分インポスターに結構いい良きレポ、いいレポートだったんだけど、
池の手端が神の。え、でも、いや、でも、竹尾さんに入れてない、入れてないから、素晴らしい、ね。なんか、誰か2票、2票、誰あれ。英雄の2票だよ、あれ。竹尾さん釣れなかったもん。あ、竹尾さん入れたんだ、私入れました。私も。ああ、サントさん、スナッパイさんの投票あってこそですわ、じゃあ。あ、素晴らしい。それもね、よかった。僕スキップだったから。釣んないと、やっぱ怖いから。あ、そう。いや、なんかあそこ釣れないと負けるかなと思ったんで。そうか、そうか。そんな自信ないけど、行きました。いや、素晴らしい。もうなんか、ほんとキルも美しかったし、ダブルキルを、ね、二郎を追ったのもすごい。そうかった。拍手しながら見てたもん、ずっと。いやー、よかったよかった。お前が主人公だって言いながら。結構ビクビクしてたな、今の回。いや、あんまり私、なんか村に貢献できてないと思ったけど、投票で貢献できてたのはよかったです。なんか、いやいや、よかったですよ。あれ、スキップだったんで。素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしい。